皆さんフリマアプリは使っていますでしょうか。あれ便利ですよね。相場よりも安く商品が手に入るし、直接家に届くんで外出する必要もありません。フリマアプリの場合は取引相手が必ずしも接客に優れた人とは限りません。なんならですね、たまにマジモンのトラブルメーカーと接敵することもあります。そんなトラブルメーカーが書く文章って一見すると理解に苦しむものがほとんどなんですが、そんな人たちにもね、そう書かざるを得なかった理由っていうのが存在します。そこで今回はそういったいわゆるマジモンの取引メッセージを募集しまして、その内容から彼らが一体どういう思考でその文章を書いたのかを想像していきます。それでは早速見ていきましょう。まずはこちら。これ多分まあ購入の予約でしょうね。すいません、一つ言っておきます。土日には帰ると思います。その時まで専用お願いしますと。で、わかりました、受験頑張ってくださいねと。で、この後の文章ですね。すいません、土日って再来週ですけど大丈夫ですか。さあやってきました、なかなか威力高めのアッパーでございます。今週の土日だと思ったら、なんと再来週の土日。一見するとマジキチもいいとこですが、この文章を書いた経緯を予想するとこうなります。いきなり再来週まで待ってほしいって言っても多分無理でしょう。あ、でも一旦土日まで聞いてみようと。で、土日まで聞いて OK 出たら、こっちは最初から再来週の話してたんですがみたいな雰囲気出せばワンチャン通んじゃねえかと。まあ多分こんな感じですね。受験頑張ってください。さて、次の取引メッセージはこちら。ご利用ありがとうございます。振り込みはいつ頃の予定でしょうか。大変申し訳ないのですが、他の場所で買ってしまいました。大変申し訳ございません。皆さん、これがかの有名な秘技、即時クーリングオフです。これも理由容易に想像できますね。買った瞬間に安い商品見つけちゃったっていう時によく使われます。これね、俺も一回あるんだけどね、なかなかストレッチ高いんですよ。皆さん、あのフリマアプリを使う際はメンタルを強めに保ちましょう。そして最後に紹介する文章ですが、こちら少しホラー要素を含んでおります。苦手な方はここでブラウザバックしてください。それでは早速見ていきましょう。はい、まず画像1枚目。これ商品発送時期に関するトラブルでしょうか。購入者からものすごい煽りのメッセージが展開されています。田辺さん、これよく見てください。最初はまだ日本語なんですよ。出品者の怠慢ですかとか、商品に期待しない方が良さそうとか煽ってはいますけど、まだ日本語です。そして画像2枚目。ここから購入者の化けの皮が剥がれていきます。はい、こちらパチモンの掃除みたいな疑問文から始まり、 Google 翻訳をフル活用したフェミニストみたいな問い詰め方をしていきます。で、これに対してですね、出品者が発送時期に関する説明をすると、その化けの皮はさらに剥がれていきます。なんか勝手に SM プレの話しだしたと思ったら、急に泣かされた小学生のセゼリフみたいな文章で運営にチクろうとしてくるんですよ。そしてこの後再びあの男が帰ってきます。そうです、パチモンの掃除です。彼が Google 翻訳特有の当店を引っ提げて帰ってきました。ハテナ人って一体何なんでしょうか。そして最後、締めとして放った言葉がこちらです。素直じゃない人は必ず我人我無人。というわけで皆さん、フリマアプリには様々な人が存在します。取引の際は十分に気をつけましょう。それではご視聴ありがとうございました。